どうも、吉谷です。いよいよですね、あと2日後、今日金曜日ですので土日2日後にですね、チョコさんという方と、ワークショップの方をします。こちら無料で開催しますので、まあ、多分無料で開催するのはこれが最後なんじゃないかなっていうぐらい無料やらないので、リアルなやつはですね、はい、まあぜひ参加していただければなと思います。ただなんかね、台風が来るみたいな話をしてますけれども、まあ、来ていただけると自分の中の台風を晴れにすることができるんじゃないかなと思います。で、今回のテーマはいつも通りですね、動画たくさん撮っても来ない方いらっしゃるので、まあ、コンテンツの方を作っていくんですけど、これね、何話そうかなと思ったんですけど、もう僕もねだいぶ話してるんで、今ねこのね、このアーモンドカカオ 70% っていうのをちょっと食べてたんですね。はい、なんでこの 70% からちょっと取って、はい、100% の力を引き出す方法、 100% の力を引き出す方法、まあ、これ 70% ですから、 70% なんで 100% の力を引き出す方法についてお話ししようと思います。で、ほとんどですね、まあこの動画見られてる方は多分自分の力を 100% 出し切れてない人がほとんどだと思います。僕も今までいっぱい見てきたんですけど、ぶっちゃけ 100% 出してちゃんとしたノウハウを勉強して 100% 出せれば絶対稼げるんですよ。だって稼げるノウハウをね、稼げるノウハウを 100% でやったら稼げるじゃないですか。だけど稼げるノウハウであったとしても自分の力が例えば 20% もしくは 30%、まあ、頑張っても 70% までだとね、残り 30% が未完成なわけですよ。ということは稼げないわけですよ。稼げるノウハウが 100% ということは 100% でやんないといけないわけですよ。もう一度言いますね、稼げるノウハウが 100%、 じゃあ自分も 100% でやんないとこれは稼げないわけですよ。もう一度言いますね、稼げるノウハウが 100% ですよね。 100% 稼げるノウハウ、じゃあこれ 100% でやらないと 100% にならないですよ、ね、未完成ですよね。 70% でやってても 100% にいかないわけですから、100% やると稼げるわけじゃないですかね。ということで 100% でやらないといけないわけですから。で、実際にこれはですね、今回 100% っていう言葉で僕はこうテーマで お話ししてますけど、広島にですね、久保さんっていう人がいてるんですけど、40歳からネットビジネスを始めて3年で1億3800万稼いだ人がいるんですね。で、家も買いました。で、その久保さんは、まあ、僕の YouTube チャンネル見てる方は、まあ、久保さんの存在知ってる方多いかもしれないですけど、久保さんはこういう言葉いつも言います。全ベッドっていう、全ベッド、要は全ベッドってことはもう 100% 出し切るとですね、全ベッドで、久保さんは全ベッドをやった結果 100% 稼げるノウハウを全ベッドでやった結果3年で1億3800万なわけですよって話です。なんで、まあどうやったらじゃあその 100% を出せるのかっていうところをまあお伝えしようかなと思うんですけど、これはいろいろあります。いろいろいろんな話があるので、なんだろうな、僕も無料動画でもほんと腐るほどいろいろ言ってるので、まあどういうふうにしようかな。まずですね、まあ結論ですよ。結論言ってしまうと環境が一番大事なんですよ。でも環境なんていうのは僕もいつも話してるので、環境はちょっと今回お話ししません。環境が変われば 100% できますから。じゃあもう一言で言いますね、一言で。じゃあ 100% 絶対出さないといけない環境に行けば 100% 出すんですよ。もう一度言いますね、 100% を出したいんだったら 100% を絶対出さないといけない環境下にいれば絶対 100% 出します。例えば、これを使いましょうか。これね、やべ、自分で振っちゃったこれでビリビリが走るんですよ。これやるとめっちゃブー痛いんですよ。で、僕これほんと嫌いで、でめっちゃ僕ねいじられるってるんですね。これでこのおかげでいじられてるんですよ。で、このビリビリがめっちゃ嫌なんですね。で、 100% で逃げるんですよ、嫌だから。で、これ銃あるんで銃をじゃあやりましょう。じゃあこれ、まあこれガスガンかな、ガスガン。じゃあね、例えばこのこれが本物の、まあ仮に銃だとして、まあこういうふうにやられて逃げられるっていう立場になったら全力で逃げません？死にたくないですよね。まあ死にたいんだったら別ですけど、死にたくなかったら 100% 全力で逃げませんか？
今重工をやられてると 100% で逃げません。もう 100% というか 300% ぐらいで逃げますよね、死にたくなかったら。まあ、それ銃を突きつれこうなんだこうやられてるっていう状況下にいて逃げられるっていう状況だったら 100% どころか 300% ぐらいで全速力で出しますよね、 全速力。だけどこれがそういう状況じゃなかったといや走るのめんどくせえなとかなるわけじゃないですか。なんかこれ環境なんですよ。環境があの変われば 100% でできる環境下にいれば 100% になるんです、絶対に。まあ、死にたいとかだったら別ですよ、まあ、殺してくださいっていうことだったら別ですけれども、だいたい死にたくないじゃないですか、まあ、300% ぐらいで逃げますよね。 100% なんか 100% 超えてます多分。ただまあ環境っていうことを言ってしまうともう一瞬で終了してしまうので、あの今回はですね違う切り口でお話ししようかなと思うんですけど、まあ、今回そのワークショップですね、ワークショップやるいう過程の中でまあ動画何本か撮ってきたんですけども、あのまず環境ももちろん大事ではあるんですけど、 100% をする理由、ここがちょっとワークショップでもちょっとやりたいんですけど、あのね僕も今、まあ、これもチョコさんもたまによく言うんですけど、なぜお金が稼ぎたいのかっていうとこなんですよ。なぜお金が稼ぎたいのか、ここがね結構、いや俺はお金稼ぎたいんだとか収入上げたいんだとか人生変えたいんだとかいう人いてるんですけど、でも全ベッド 100% 出し切れないんですよ。お金が稼ぎたい、人生を変えたいのに 100% 出せないんですよ。これね実は明確になってないんですよ、そのお金を稼ぐ理由が。お金を稼ぐ理由だったりお金を稼ぐ動機っていうのが実はぼんやりしてるんですよ。だからぼんやりしてるからぼんやりした行動になってしまうんですよ。もう一度言いますね、ぼんやりしてるゴールだから、例えば砂漠の中でなんかそのよくなんかアニメとかなんかよくドラマであると思うんですけど、なんかその砂漠の中でぼんやりそののび太くん、のび太くんがドラえもんにしましょう、ドラえもんのび太くんがドラえもんみたいな、ドラえもんみたいな、やばいよみたいな、でのび太くんがですねあの砂漠で歩いてるわけですよ。そしたらフワン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 みたいなオアシスが出てくるわけです。あー水だーみたいな、フワーあーで、それはあの妄想なんですね、妄想。まあなんかこういうのあるじゃないですかね、妄想みたいな。だからいくらのび太くんがあれないぞみたいな、ドラえもんみたいな、ね、なるわけですよ。要は妄想だから、いくら頑張っても妄想だからたどり着かないんですよ。オアシスは、オアシスは妄想だからいくら頑張ってもたどり着かないんですよ。だけど明確的に、明確的にですよ、だから例えばあの砂漠にいてます、砂漠にいてます、明確的にここに行けばオアシスがある、明確的に絶対ここにオアシスがある、しかも地図も持ってる、 iPhone もある、ね、Google マップも活用できて、 Google マップでルート検索、 Google マップ、僕 Google マップよく使いますけど、ルート検索、オアシスって検索する、ね、あの音声入力ありますから、まず iPhone を取り出してですね、砂漠でオアシスって検索すると Google マップがオアシスまで、最短ルート、表示してくれます。そしたら絶対歩くじゃないですか、絶対歩くし到達できますよね、だそこにあるんだから、オアシスがある、妄想じゃない、オアシスが絶対あるんだから到達できるじゃないですか。だからここが曖昧だと到達できないんですよ。お金を稼ぐっていう理由だったり動機が曖昧だとね、到達実はできないんですよ。いや吉永さん、いや俺は絶対お金稼ぎたいんだって思ってる方も、もしくは人生を変えたいと思ってる方、いてるんですけど、じゃあ人生を変える方法、めちゃくちゃ簡単な方法あります。めっちゃ簡単です、人生を変える方法。言いましょう、今すぐ会社を辞めてください。これ別にその会社、国のルールで会社を辞めちゃいけないっていうルールあります？ないですよね。じゃあ今の会社を、ね、もちろんその会社によっては1ヶ月前告知とかね、その辞表を出すのに1ヶ月のあれが必要だとか、もちろん会社にはルールはありますけど、辞められないってことはないと思うんですよ、国がそういうのを定めてないですよね。1回入社した、会社を絶対辞めちゃいけないっていうなんか 法律あります？ないですよね。転職自由じゃないですか。だから人生変わりません、会社でも辞めたら。新しい人生絶対なるでしょ。
で今までの会社に働いてて今まで通りに出社して今まで通りの給料をもらってる、じゃあここのこれを変えてしまう、辞めてしまったら新しい人生に絶対になるじゃないですか。例えば転職したとするならば、新しい職場、新しい人間関係、新しい収入っていうのが出るのは分かりきってますよね。だけど辞めないじゃないですか。辞めないですよね怖くて、怖くてやめないですよね。転職できなかったらどうしようとか、まあ、家族かとかいろいろな問題があって怖くてできないですよね。でも人生変えたいんですよねって話なんですよ。わかります、わかりますこれね、本当実はね、物事ってめちゃくちゃシンプルなんですね。めちゃくちゃシンプル。収入を変えたいんだったら転職すればいいんですよ。別にネットビジネスをやるっていう選択もありますけど、別にその収入変えたいとか転職すれば、別に会社の給料なんか違ったりするわけじゃないですか。それハローワーク見てください。なんかハローワークだったりとか、ハローワークもじゃあハローワークに行って全部何月給16万っていう会社ですか。ハローワークに行きました、全部月給16万もしくは月給20万っていう会社ですか。全部が違いますよね違うじゃないですか。だから変わりますよね、それね、転職すればって話なんですよ。これ当たり前のことなんですけど、でもみんなできないですね。だからもちろんね、まあ、あのワークショップではその会社を辞めろというわけではないんですけれども、まあ、こういう稼ぎ方があるよっていうノウハウとかいろいろお伝えしますけれども、その明確化する、明確化する、自分のお金が稼ぎたい動機だったり人生を変えたい理由っていうのを明確化する方法が実はあるんですよ。でこの実は方法っていうのは、やった人が、やってる人がいてないです。実はあんまりやってないです。この自分のお金を稼ぐ動機だったり理由っていうのをより明確化する、妄想じゃなくて現実化するっていう方法が実はテクニックがあるんです。でこれはワークショップでお伝えします、うん、でこれやっていただければ、もう明確化になるんで、まあ、そのもう見えます。もうやるしかないっていう。なんでそこはね、ぼんやりしてるからぼんやりした行動になっちゃうんですよね。だほとんど実はここがなんか、例えば先ほど一番最初に僕お話ししましたけど、世の中には稼げますよとか、なんかいろんな情報は出てるじゃないですか。でほとんどの人がね、見てる視点っていうのがどういう視点でそれを見てるかっていうと、吉谷さんこれは儲かるんで、 A っていうのは儲かるんですか、吉谷さん B っていうのはこれは儲かるんですか、 C っていうのは儲かるんですかっていう視点でしか見てないんですよ。もしくはこれ怪しいなとか詐欺なのかなっていう視点でしかほとんどの人は見てないですね。違うんです。一番大事なところっていうのは、そういうものってそっちの表面上ではなくて自分の内部なんですよ。内部、ここの内部の中でどれだけゴール設定とか稼ぐところが明確化になってるかが重要であって、ここが自分のところが 100% になってないとね、仮に100% の稼げる情報っていうのを手に入れたとしましょう、入れたとしても自分が 100% じゃないから 100% できないんですよ。ね、それやれば 100% 稼げますよっていうのが本当に手に入れたとするじゃないですか。でも自分の心が 100% じゃなければね、100% で行動できないんですよ。だから実はですね、この表面上じゃなくて、実は本当の答えっていうのは自分の心の内部にあるんです。本当の答えっていうのは、本当の答えは内部にあるんですよ、内部に。でも外にみんなその答えを見出すんですよ。外に答えを、なんかあるんじゃないか、なんかすごいものがあるんじゃないかっていう、外にそう答えを見出すんですけど、実は本当の答えは自分の心なんですよ。自分なんです。はい、どうも吉谷です。ちょっとですね、電話が入ってしまって、その後仕事が入ってしまって、途中で切れちゃったんですけれども、まあ話の続きをしたいと思います。まあ、今回ですね、前回言ってたと思うんですけども、まあ、来て損はないし来た方がいいっていうこと、結論言いたいってことです。うん、で確かに3連休 の中日で、まあ、予定入ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、このチャンスを逃したらもう多分二度とないと思います。無料でしかもチョコさんの話を聞けるっていうのはなかなかないと思います。もちろんですね、僕自身もいろいろと今まで
お伝えできなかったことも含めてワークショップですから、まあ、実際にそのちゃんとゴールを作るっていうところをしたいと思ってますんで、本当に参加していただくと間違いなく変わると思います、うん、であとは実際に、まあ、セミナーというかワークショップね参加していただいた後に特典の方もありますんで、そちら見ていただければ学習できますし、29万8000円のノウハウタダで提供するんですよ。で今本当にいろんな情報がありふれてて、まあ、何をやったらいいかわからないっていう人がほとんどなんですね。僕自身ももうこの10年ネットビジネスやってて、まあ、サポートずっとしてますけど今もしてますよ、うん、で今日の夜もまたライブ放送やりますけど、ずっとサポートしてきてます。で特に今やってるライブなんていうのは毎日やってますし、3年ぐらい毎日やってるわけですよ。でずっとお客さんと向き合ってきたし、でもほとんどの人が何やっていいか分かりませんっていうことなんですよ。いやだったら今回のワークショップ参加していただければ、何やっていいか分からないってことはまずなくなります。であとはどうやってお金を稼いでいけばいいのかっていうのも全部分かります。で何をしなければいけないのかっていうのも全部分かります。それがワークショップですから、実際に自分の稼ぐまでの道筋っていうのは全部作ってきますから、まあ、本当になんか、まあ、今回来ていただきたい人が今までいろいろやってきてもうまくいかなかったとか、あとはブレてる、うん、とか稼ぎたいんだけどなかなか思うように稼げてないっていう人はぜひ来てください、うん、まあ僕もね本当にお値段以上吉谷で結構頑張ってるんですけど、今回はお金いただきませんからね、無料ですよ本当に。参加費も無料にしたし、特典も全部無料です。だからもしこれで来れないということであるならば、うん、そういった類、その今ネット業界にあるそういう意味わかんない高額商品買えばいいんじゃないですか。もうね救えないんですよ僕正直、うん、僕は救えないです。ここまでやってでそういった他の類の簡単に儲かりますよとか、そういうのに騙されて何十万、失いました、吉谷さん助けてください、助けられないですよここまでやってるのに。だから本当に今回来てほしいです、うん、ということで、まあ、結論、まあ、来てほしいということでこの動画はまた、まあ、今日金曜日で明日土曜日なんで、明日土曜日も 何本か作りますけど、うん、まあ、本当来ていただきたいなという思いです。はい、無料ですから、はい、ということでこの YouTube の下にリンクの方入れときますので、ぜひご参加ください。本当に参加して損はない。参加して損はないっていうワークショップに絶対なるはずですから、まあ、ぜひご参加ください。はい、であとは僕自身もお伝えできる、その時間内にお伝えできる内容は全てお伝えしますし、うん、プラスチョコさんの話も聞けるし、だから今までなかった内容をご提案できるんじゃないかなと思います。もう本当にただセミナーに参加して聞くだけではなく、実際にビジネスプランを構築して書いていただくと、うん、という話です、はい。いよいよですね、あさって、まあ、今日金曜日なんで土曜日日曜日開催です。ぜひお越しください。この YouTube の下にリンク入れておきますので、はい、ではお待ちしております。